さて今日はですね、耳障りのいい言葉と実際のところというテーマでお話ししたいと思います。内容はですね、もうタイトルそのままでですね、まあ巷ではそう言われてるけど実際はこうだよねみたいな話をですね、今日は二つほどピックアップしていきたいと思います。まず一つ目は何かっていうと、あの、日本って村社会だよねっていう意見に関してなんですけども、えっとまあ確かにですね、日本人が 出る杭を打つ人たちであることは間違いないし、えっと、以前、あの、あれはな、ヤフーニュースかなヤフーニュースの調査か何かで少し話題になってましたが、ヤフーで、えっと、芸能ニュースが報じられる割合が、まあ、いろんなニュースがある中ね、えー、政治経済とかいろんなニュースがある中、芸能ニュースが報じられる割合が、イギリスが12%とかかなで、アメリカが3%で、 えっと、日本がですね、ぶっちぎりのですね、35%というですね、驚きの結果が出てました。まあ、要するにですね、日本人って政治経済な話題より何よりですね、あのタレントとあのタレント付き合ってるらしいわよ、みたいな話ばっかりしているっていうですね、まあ、実に、うん、井戸端会議に参加してる主婦的な人たちであると。で、やっぱりね、嫉妬や妬みはすごいし、まあ、の生産性もないですね、ホルダー・ハリエーターの話をよくするし、まあ、この辺に、まあ、がっかりしてる人も多いと思いますし、まあ、この辺を指してで 日本は村社会だよね、みたいな、揚げ足を取るみたいなことをやる、村社会だよねって言ってる人も多いとは思うんですけども、じゃあ海外は一体どうなんだと。で、海外はあまり村社会ではなくてカラッとした性格なのかと。で、これに関してですね、僕はすべての国のすべての地域に行ったことがあるわけじゃないので、こうだとは言い切れないんですけども、少なくともですね、僕の知っている海外で言うと、例えば、そうだな、アメリカのブロードウェイあたりなんか、もう日本以上に村社会なんですね。 実力があれば上がっていけるっていう一面もありますが、それだけでは無理で、えっ、ー、と、誰と繋がっているかとか、誰からの犯行、合格人をもらっているかとか、あとはですね、えー、人種の、えー、壁も確実にあると。まあ仕事からですね、絵本や、えー、と映画をですね、いろんな国に持っていってはですね、その国の文化に触れる機会が多いんですけども、まあ、どこも大体似ていてですね、 実力市場主義ではあるけれども、陰湿な差別はがっつりあるっていうイメージですねで。少なくとも僕の中では、日本イコール村社会、海外イコール解放された社会みたいな住み分けには、あまりなってないですね。海外に出てもですね、人付き合いとか、えー、あるいはですね、あの人に気に入られるとかっていうのがですね、超大事だし、まあ印象としてはですね、日本よりも、まあ大事なイメージですっていうところでございます。で、次にですね、巷ではそう言われているけど、実際はこうだよねっていうネタは何かというとですね、えっと、お酒は100がやって一利なしとか、 あとはお酒のキは生産性がないみたいなスタンスが、まあ、あのー、耳触りがいいというかはいけてるけれども、実際のところはですね、 お酒の席が物を言う現場って、まあまああるよねっていうところですね。まあ僕なんかはただのある中でですね、おっしゃる通り生産性のある飲み会なんか、もう1ミリもしてないし、えー、2二日酔いで翌日1日ぶっつぶしてしまうこともあるんで、まあ今すぐくたばりたいんですけれども、でもですね、お酒の席は生産性がないっていうのは、結構ポジショントークの面、まあそう言える立場の人がそう言ってるっていうところもあると思っていて、実際のところですね、うんと、そうだな。じゃあ20代前半の、えー、若手がですね、僕面白いアイデア持ってますんで、 コラボしましょうよって言ったところで、いや知らねえよ。アイディアぐらい誰でも持ってんだよって相手にされないことだらけでですね、えー、お酒の飲みっぷりが良かったりですね、お酒の席での、えー、タッチ振る舞い、まあ相手を気持ちよくさせる受け答えでですね、お、お前面白いな、一緒になんかやってみるってなっている場面をですね、もう本当によく見る。あの、まあまあですね、ただ明るいだけのやつがですね、飲みの席で盛り上がっちゃってこのプロジェクト任されたんですよねって言ってる場面をね、本当によく見ます。 でも、えー、自分もですね、経営者や上司の立場になって考えてみるとですね、お酒の飲みっぷりがいい人とか、えー、お酒の席の立ち振る舞いが気持ちがいい人っていうのは、結構ですね、一緒に働きたい人だったりします。っていうのも、うん、と野球とかもそうだと思うんですけども、あの、チームを作るときにね、ホームランを打てる人だけを集めても、チームってうまく回らないんですね。むしろですね、そんなメンバー編成をすると、衝突を繰り返すことがあったりします。 やっぱりね、つなぎ役とかね、潤滑流となってくれる人って本当に大事で、それってね、と、履歴書からはなかなか探せないんですね。 それこそあの昔から一緒にやってるですね、山口とんぼっていうスタッフがいるんですけども、一応ですね、本人は作家を名乗っていますが、構成作家って言ってるのかな名乗っていますが、じゃあキングコングの漫才を書いたことなんて一度もないんですよ。キングコングの雑記作家みたいな感じになってますけど、キングコングの漫才書いたことなんて一度もなくて、まあ今はね、サッ作の企画とかをたくさんね、考えてくれていますが、当時はですね、ただ顔が丸いだけの名古屋人だったんですね。 で、本名は山口大輔って言うんですけども、山と、えっ、ー、と、口とですね、大は大きいですね。大と、えー、助手の仲中の会ですね。この山口大輔っていうですね、画数の少ない漢字しか取り扱っていないので、漢字が苦手なご両親に育てられた子っていうですね、キャラクターとして、えー、みんなで扱ってました。ただですね、あの、場を明るくしてくれるし、まあ、いい感じに繋いでくれると。で、それってすごい才能で、チームには絶対に必要で、まあ、それが見つかったのってどこかっていうと、飲みの席なんですね。 僕一緒に飲んでなかったら山口とんぼとは出会っていないし、一緒に仕事もしていないんで,で。他にもですね、そういう人ってね、めちゃくちゃいるんですよ。飲みの席で出会って、あ、いいね、なんか一緒にやろうっていうことになった人ってめちゃくちゃいるんですね。 で、お酒は生産性が低いのでやめましたっていうのは確かに1理も2理もあるんですけれども、やめた方がいい人もいると思うんですけども、一方でですね、お酒の席で開かれる未来っていうのもめちゃくちゃあることは知っておいた方がいいと思います。特に今の20代なんかはですね、ここを押さえておけばかなり入れ食いだと。おじさんは20代と喋るのに、酒の席で喋るのに飢えてるんで、ここを、えー、押さえておけばかなり入れ食いだと思います。